野球と一緒で、肩を温める場所じゃないですけど、僕がお寿司を握り込ませていただく場所ですので、ブルペンという名前でやってて、カツラも三枚重ねてすごい。めっちゃ甘いっすね。種目人の一番いい。まだそのまま一枚で切っちゃうとちょっと筋当たるところなんですけど、少しで重ねると口どけがいいっすね。いきなりこれが来てちょっとびっくりしました。天草の日なんで上は縁側ちょっと漬けて、そう食感をね加えてます。渦巻き処理ってご存知ですか？いや、アミノ酸とかグリシン酸とかの成分の数値をデータで取って比較実験をした結果、一番良かったその神経を吸引する技術の、すごいマニアック。噛まなくてももう溶けちゃいますね。イワシってちょっと締めてますか？すで2分。これ手渡しでいきます。はい、山口の、白い魚と、マフインの、ネムロの、高橋の無結果の、おー、まっひんやりしたウニとイカのコリッとした歯ごたえがベストマッチ。おー、来た。わー、これは宮崎の、ね、国産便調査。これは長崎の、対馬、紅一人。中に紐入れ込んで、さっぱりとした香りが赤貝らしくてうまい。黄色いのは何ですか？芝居の黄身相当。うちの会社本店でもやってないです、うちだけ。いや、うまいですね、からこつけ。ありがとうございます。天味、これはね、ハギ。ハギ小さい、53キロ、そうだ、弾力がある、うん、まだ若いっていうのもあるんですけど、筋肉質がまだ。お、甲子園、ね、後半、追加タイムになったら僕のね、テンポ感を上げるためにちょっと音楽変えてみて。面白い。卵、海苔の香りが一番わかりやすくなってる。頑張って仕込みすぎたら結果そこにここに入らなくなって、まあ、隠し玉のとして。立ち食いならではの握り、食感いいっすね。ガス、金沢とかね、鮮度落ちが早いことがね理由でなかなか東京の方に来なくて、本当に僕も7年魚触ってるんですよ。3、4回しか行ってない。やべっすね、ボタンエビと甘エビのいいとこ取りみたいな。
ッケってこんな味するんですね、生。ボッケもうね、あんまり食べる機会ないと思うんですけど、これは本当に純天然のね、ボッケなんで、対流してないんで、寝つきなんだ。すごいね、脂っていうか、とろっとした、ね、柔らかい脂がね、蓄えられてるんですよ。いや、うまいな。立ち食い寿司で、お寿司、簡単の寿司食べられたことない人でも、ちょっと親しみやすく、ちょっと入りやすいような雰囲気作りをっていうので、こういうスタイル。でもしっかり出すものをしっかりやって、手間も仕込みも全部本店と変わらないレベルで、むしろ本店以上にプラスで仕込みしてるものもあったりしながら、妥協なしでね、はい、ちょっと一貫一貫、一級入魂で一級入魂行かせてもらってます。